辛い唐辛子を食べると、なぜ口から火を吹くように辛いと感じるのか。焼けるような痛みはどう和らげるなぜわさびを食べると、涙目になるのか。最も辛いスパイスはどれくらい辛いまず、辛さとは何なのか。よく辛い味と言うけど、辛さとは味覚ではなく、甘味塩味、酸味などとは異なる。辛い食べ物のある成分が、感覚神経を刺激する。この神経は、ポリモーダル受容器と呼ばれる。 これは全身にあるもので口や鼻にもあり極度な厚さに反応する心外受容器と同じもの。 だから唐辛子を食べると口中が燃えるように感じるのは脳が実際に燃えていると考えるから逆のことがメンソール入りの食べ物を食べると起こる冷たいミント成分が冷受容器を活性化するという仕組みこれらの熱刺激受容器が活性化されると危険な熱源との接触があったと感じてそれに伴った反応が起きる汗をかいたり心臓の鼓動が速くなるのはこのため唐辛子が引き起こすのは闘争闘争反応であり多くの体への脅威に対する反応と同様のものなのでも全ての辛い 食べ物が同じよように辛くはないわよねその違いは含まれている成分タイプによるものカプサイシンとピペリンは黒胡椒と唐辛子に含まれ大きく重い分子であるアレキルアミドから構成されこれらは口中に滞留する辛子やホースラディッシュやわさびは小さめの分子であるイソチオシアネートで構成され鼻孔の方へすぐに浮き上がるこれが唐辛子は口の中が燃えるように感じわさびは鼻にツーンとくる理由 食べ物の辛みを測る一般的な尺度は、スコビルチ、カプサイシン成分の辛みを人間が感知できなくなるまで希釈することで測定する。パプリカがスコビルチゼロで、タバスコは1200から2400の値を指す。最も辛い唐辛子を作る競争は絶えないけど、一般的には2つの唐辛子がその頂点に君臨する。トリニダード・ボルガスコーピオンとキャロライナ・リーパー。 これらの唐辛子は、150万から200万スコベルチを記録する。これは、催涙スプレーの半分の値よ。一体なぜ誰がこんな高レベルの痛みを起こすものを食べたがるのか、いつからどうして人類が唐辛子を食べ始めたかは不明。 考古学者によるとマスタードのような香辛料が2万3000年前の工芸品と一緒に見つかったしかし香辛料が使われたのは食物医薬品または単なる装飾品なのかは分かっていないより近いところでは6000年前の古い鍋に炭化した魚や肉と一緒にマスタードが見つかっているある理論によると人類は食物に香辛料を入れ始めたのはバクテリアを殺すため研究によると香辛料が発達したのは暖かめの気候が多くそれは同時に微生物が活発になると ところでもあるしかし、なぜ私たちが辛い食べ物を未だに食べ続けているのかは分かっていない。ある人にとって辛いものを食べることはジェットコースターに乗ってスリルを楽しむようなもの。たとえ最初の感覚は不快であったとしてもね。いくつかの研究によると辛いものが好きな人はアドレナリンが多く放出される。かけ事などを好む傾向がある。辛さの思考は遺伝子学的でさえもある。もしも辛さ体制の鍛錬を考えているならば知っておいて。ある研究によると痛みは少しも変わらず、ただ我慢る。 強くなるだけなんですって事実研究者によると辛いものが好きな人もそうでない人同様に焼けるような痛みを感じる単に痛みが好きなようよどれだけ熱刺激受容器を痛めつけても構わないけどスパイシーな食べ物に関して言えばどの道やけどはすることをお忘れなくもっとアドバイスが欲しいチャンネル登録しましょう新しい学びのチャンスを逃さないように